はい、皆さん毎度でございます。今日はね、久しぶりやね、今年初ですね。今年初の、四国88箇所遍路の旅行ってみたいと思います。ということで、去年の暮れかな、2017年の12月の30日やったと思うわ。行った以来ずっと行ってなかったお遍路の旅なんですけども、去年徳島県を制覇しまして、今年からは高知県、なんちゃら言うねんな、高知県はなんちゃらの国、今回から高知県突入でございます。なんぼでも行こうと思えば行けたんですけども、まあいろいろと他に回るところもあって、ちょっと行けてなかった四国遍路の旅、今回は7月の14、15、16と、世間は3連休の2日を利用して、今日は7月の15日です。15日から向こうで一泊、前回の最後も行ったと思うけど、高知突入は泊まりで行かんとも回られへんということで、一泊で行きたいと思います。24番から、順番に回っていくんですけども、まずまず一番初めは13回目の給油かな。ちなみに昨日12回目の給油を取ったんかな。まあ一発目は給油動画になると思います。せやねんなまあそれぐらい遠いということで、なんと一発目が給油動画、それも昨日満タンにしてきて、今日満タン出発での一発目が給油動画という、まあ悲しい現実があるんですけども、遠いです。ただいま5時ちょうど、5時1分になったんかな、この時計ちょっと進んでんねんな、バイクの時計が。 iPhone やと4時58分、まあ5時ぐらいです、朝の。まあ今日も慌てず騒がずゆっくり行きたいと思います。それと皆さんお気づきでしょうか、撮影機材自体は変わってないんやけども、ヘルメットの風切り音がかなり減ってると思います。そう、前々から欲しい欲しいって言っていたヘルメット、まあだけどヘルメット以外にも欲しいもんがいっぱいあって、順番抜かしされ後へ後へ回せられていたヘルメット、とうとう買いました。まあ、ツイッターでもつぶやいてるし、12回目の給油かな、でもちょろっとお話ししたんですけども、まだねこの前の給油動画かぶって20分ぐらいしか経ってないんですけども、ヘルメット買いました。これ買ったんは OGK カブトのエアロブレイド5っていうヘルメットを買ったんですけども、なんぼほど飛ばしとんね、あんな伏せてブーンって、まあ、エアロブレード5を買ったんですけども、めっちゃ静かです。多分ねマイクが風切り音拾うのもめっちゃ減ってると思います。前まではすごくねザーっていう音が聞こえてたと思うんですけども、すごく静かになってるような気がします。そうね、かぶり心地も前も何遍も言ってるかもしれんけども、ホームセンター港南で5000円ぐらいで売ってるフルフェイスのヘルメットをずっとかぶってたんですけども、まあそのいきさつも結構何遍も喋ってると思うんですけども、まあ、バイク復帰するときに某レッドバロンで GSR の 250F を買ったときに、
ヘルメットどうしようかなと、ね、ポロッと店員さんに漏らしたところ、近くに最近バイク用品店ってないんやなっていう話をしててね、ヘルメットどうしようかなーっていう話を店員さんにポロッとしたところ、まあとりあえずそうもう納車間際でしたんで、まあとりあえずあのホームセンターかなんかで売ってる安い5000円ぐらいのヘルメット買うといて、買うといたらどうですかみたいなことを言われたのがきっかけで、それでまあ買ったが最後やねまあまた気に入った後はすぐ買い直そうと思ってたんですけども、他にも欲しいものが次が次へと出てきて、買い直す余裕がなく、まあ、ずっと買わずにそのヘルメットを、2年と11ヶ月かな、8月の末、今日は7月の頭、まあ賞味2年と10ヶ月ぐらい、ずっとかぶってました。でまあ最後に決め手となったのは、結構あの被ってるとヘルメットの中が臭くなってきたまあそんな臭いっていうほども臭いことないんやけど、まあまあちょっと匂いが、被ってしまえばそんなに気になれへんねんけど、被った一気がすごく気になるようになって、あーそろそろヘルメットも買おうかということがことの発端です。買い直す、それでまあいろいろ調べてると、まあね、ODK カブトさんのヘルメットがコスパがいいよみたいな感じで、まあそれでこのエアロブレード5買ったのと、カムイ2っていうのと、どっちにしようかなって悩んでたんですけども、まあ店頭で物を見まして、このエアロブレード5のこの軽さに惹かれ、カムイ2じゃなくエアロブレード5にしました。めちゃくちゃ軽いね、ほんまに。嫁さんが初め持った時はおもちゃみたいで、こんなんで大丈夫っていうぐらい軽かったです。まあね、もっともっとお金を出せば軽いのもあるんでしょうけども、これが 25,800 なんぼで買うたんかな、税込みです。まあそれぐらいで買って、まあコスパ的には良かったんじゃないかなと、気に入ってます。私頭が大きめ、サイズは XL です。今回ツーリングでの初めて着用となりました。なんかね、この風切り音がなくなる、風の抵抗がすごく前のヘルメットに比べてないっていうのがめっちゃ実感してます。今ちょっと言われへんぐらいの速度で出てるけどね、これぐらいの速度が出てると前の高難安のヘルメットやとゴーッ言うてすごいうるさくて、風圧でヘルメットが浮くとかさ、ちょっと持っていかれる感がめっちゃあったんやけど、すごく静かです。なんで今まで買えへんかったんやろ。多分このネイキッドなバイクに乗り換えて風の存在っていうのをすごく意識するようになって、まあそれで買い替えたっていうのも大きなファクターの一つなんですけども、めっちゃ静かです。めっちゃ楽です。うわーすげーと思うぐらい楽です。ちなみに届いたんは昨日届いたんですけども、初めてツーリングで被ってみて、初めての高速道路なんですけども、この何スピード感が全然違うわ。ヘルメットって重要なファクターやわこれ。多分ネイキッド乗ってる人なら特にやと思うわ。だからゴーっていう感覚とか、こうヘルメットを何遍も言ってるかもしれんけど、ヘルメットをこう風圧で持っていかれる感覚とかが全然ないから、そのスピード感が全然ない全然ないわ、ほんまにスピード感がない。これはすごいな、ほんますごいな。こう横向いたりしてもすごい、何ヘルメットが安定してるっていうのかな。まあそれに軽いしね軽いし風に持っていかれへんし、音は静かやし、ほんまにこう今までと全然違うわ。これなんでもっと早く買えへんかったんやろほんまに快適になりました。高速道路で100キロ出すぐらい出すと、こう MT07 にしてから特にこの風の存在っていうのをすごく、意識するようになりまして、わーしんどいなこれ、風圧がしんどいなってすごい思ってん。それはまあそうやね、ヘルメットが浮くっていう感覚もあったし、音的にもわーってすごい風切り音が鳴ってましたからね。多分これマイクを通じても前回までの高速道路の走行シーンとでは音が全然違うかな。
そんな気がします。まあこれは正解。やっぱりヘルメットね、ネイキッドなバイクに乗られてて、特に高速走行、高速道路をよく走られる方なんかは、ヘルメットかぶりましょうほんまに思います、ヘルメットかぶりましょう。全然違います、別世界になるわ。お前こう走ってて、そんなに何遍も言うけど、スピード感がすごくなくなった。すごいな。だから教訓やね、バイクのヘルメットはとっても重要です。特にタウルのないネイキッドと呼ばれるバイクにお乗りの皆様、ヘルメットにはいいものをかぶりましょう。全然疲労感も乗り心地も変わりますよ。エアロブレード5なんかおすすめだと思います別に OGK 兜から何ももらってません。はい、さあ、まあ今からまあ一発目の目的地が13回目の給油なんですけども、実は朝ごはんを食べてきてないんですね。まだ朝ごはんを食べてない。そんなに早く食べたらお昼かとかなんやかんやでママが言ったし、まだ朝ごはんを食べてないんで、どこで朝ごはんを食べるかやな。まあ給油地まであと201キロ、2時間57分かかります。徳島県かな、室戸岬の手前ぐらいら辺の、ガソリンスタンド、手前よりも随分の手前かな。まあそこを見つけて予定してます。一応8時9分着予定やんな、そこへ。今このまま行くと、まあだからどっかで朝ごはん食べんなあかんねんけど、このまま行くとどこで食べるんやろ。淡路 SA かな、淡路 SA こんな時間に空いてるんかな食べるもんが、まあなんかあるやろ、あっこら大きいから。朝日が眩しいな、これバックミラーに反射して。うるせえ。お、もう京橋来たか。もう京橋パーキングエリアやな。めっちゃ早いな、さすがにこの時間は混んでないか。さあ、まあこんな時間から混んでたら鬼畜やもんな。ただいま5時24分、バイクの時計で多分 iPhone で5時20分ぐらい、22分ぐらいかな。まあ今までここまでは順調です、快適です。てかどこで泊まるのかな、淡路 SA で泊まるのってもう何遍も泊まってるからな。淡路サービスエリアって何遍も泊まってるから、淡路島の一番下のサービスエリア、あっこ行ってみようか。行けるやろ、バッテリーは持つと思います。 GoPro のバッテリーは持つよ、多分このペースで行くと。はい、第二神明道路でございます。あー、なんか第二神明に入った途端に涼しくなった。ヒヤッと空気が変わった。今なんかだんだん車が増えてきたね。5時半です。5時半やのに車が増えてくるのね。海を過ぎて、まだまだ行くよ。早いな、さすがこの時間帯渋滞もなければなんもない。さあ明石海峡大橋行くよ。明石海峡大橋、はい、明石海峡大橋こっちでございます。もうなんか通り慣れた道になってきたな、この辺も。って行くか、今ちょっと間違えて出口に出そうになったんやけど、うん、この辺もなんかすごくヒヤッとしたな、今。なんかお日さんが当たる当たれへんの問題かな。さあ、いつもの舞妓トンネルです。このトンネルを抜けると、明石海峡大橋です。まあ、それにしても早いね。家出てからまだ1時間経てへんで。明石海峡大橋まで、これ阪神高速渋滞なかったら1時間足らずで来るんか、近いなあ。さあて、今日の明石海峡大橋はどんな感じでしょう。ジュイーン、まあいつもと変わらずかな。ちょっと風があるんかな。吹き流しはこんな感じんからの明石海峡大橋、見えるかな。ちょっと
ちょっともやが出てるんかな。じゃあこの橋の橋脚のこの継ぎ目の跡が怖いって言ってたのがほんまに、まあ、MT-07 になってから怖くなくなった。ハンドルを取られなくなったんやな。やっぱりタイヤの太さのせいかな。もうこれがすごくええわ。ほんまに GSR の時はふうふうなったけどな。ハンドル取られてちょっと風があるんかな。まあ今日はええな。何室戸岬やったっけで、ドローンを飛ばそうと思って、それがためだけにドローンを積んできています。あとは飛ばすとこないんかな。1回飛ばすだけ2日間で、まあどっか飛ばせるとことか時間的に余裕があったら飛ばしてもええけど、まあ淡路 SA はスルーしようか。ちょっとペースを上げようか。まあっていうことで何遍も酔ったことのある淡路サービスエリアはスルーさせていただきます。何やったっけ淡路島の下の一番端っこのサービスエリアで休憩したいと思います。観覧車回ってるんかな、これ24時間やってるんかな、この観覧車。4530度。せやけどあれやな、ほんまに楽やな、これヘルメットが違うだけでめっちゃ楽。ほんまに楽やわ。なんで今までこれ買えへんかったんやろって思うぐらい楽。この高速道路を走るのは特に軽いしな。これみんな凍った方がええで。ほんま凍った方がええと思うわ。まあエアドブレード5を買えとは言えへんけども、なんやろ、このヘルメット、高速走行、高速道路走るんやったら特に一般道でもな、この軽いっていうのは正義やな。バイクでも一緒やけども、軽いっていうのは正義やし、何この風切り音の少なさ、このバイクを持ち上げられるような感覚のなさっていうのはこれもう素晴らしいな。めっちゃ楽やわ、走っててもほんまに。スピードレンジがっていうか、何その走ってて感じるスピード感っていうのが全然違うな。ほんま違うわ、めっちゃ楽。うわ、もう一マス減ってへん、ガソリンが減って減ったんや。そうか、もうガソリン入れて93キロ走るからそんなもんやな。一マス減るわな、そら。フィールドにいっぱい虫が死んでる。そんなんやめてやな。こんなんどうしたらええの。並走すんのはやめて、この遅いスピードでなあ、これも追い越し車線を90キロで並走するもやめて。もうどっちも抜かれへんから100キロまでは出してもええ道やで。それ追い越し車線やで、ここ知ってる。車乗っててもあれやな、車乗っててもそんな飛ばせへんけどさ、追い越し車線と走行車線を並走するのはあかんなあれはあかんわ。今日はよく見受けられるけど、でも追い越し車線をなんやろ、まあ、追い越し車線やねんからさ、走行車線の車を追い越そうやまあめっちゃシールドが虫だらけや、虫だらけ。綱一宮出口、もう虫が無数にシールドにへばりついてる。ウェットティッシュあったかな。まだ何これ、淡路中央洲本出口、まだ淡路中央っていうぐらいやから淡路の真ん中な。これもな ETC2.0 やねんけども、ちょこ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 あるけど、一回高速降りてもまた乗ったらなんやろ、リセットされへん、そのまま行けるっていうサービスやん。なんていうんあれどこでも使ってくれたらええのにな。今度はちょっとここで降りてちょこっとなんかしてまたすぐ戻るって、なんか1時間以内に戻ったらセーフとかさ、そんなんしてくれたらめっちゃどこでもそれが使えたらめっちゃなんか道中あの行動範囲が広がるんやけどな。ちょっとここで降りてご飯食べて1時間半から2時間ぐらいで戻ればセーフみたいなことしてくれると ETC2.0、 俺 2.0 つけたのに
今もう試験的に何か所かだけやろ、なんか道の駅と提携して的な、そういうのに全教えるとこ全部でやってくれると、すごくこの何ツーリングにも幅ができるというか、やってくれへんかな。緑2キロか、淡路島南がなんか書いたな、17キロ、あと17キロで止まります。緑も止まったことあるもんな。もう2マス減ってるわ。いつ減ったんやろ。121キロ、旧油から121.8キロです。知らん間に2マス減ってますわ、ガソリン。まあ給油動画なんでね、次は。iPhone がこれ充電されてないんちゃうか。まあええわ。そう、 iPhone の充電ケーブルもさ、なんかどこやったか分からへん、あ、行方不明になって昨日急遽買うてきたんやけど、用意しとったら、あれ iPhone のケーブルどっか行ってないわ思って、どこ行ったんやろう。さあ休憩しましょうか。淡路島南、ここは初めて入るんちゃうんかな。それじゃあ、1回目の休憩、淡路島南休憩しまーす。何があんのやろ。お食事マークもあったからな、なんもないのよ。いしょ、休憩。バッテリーが充電されてないじゃん、これなんでや。よし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 、押さえた、ちゃんと入ってなかったんか。バッテリーが充電されてないわと思ったらさ、ちゃんと入ってなかったみたいやな。うん、いや電圧が低いのほんで。前は休憩。よいしょ。ログスタートしなかった。で行きます、淡路島、やった南か、淡路島南パーキングエリアでした。っていうことで鳴門海峡大橋、この前も来たけど淡路島ともおさらばです。おお、なんかちょっと風が強いかも。鳴門海峡大橋でございます。新しいヘルメットで走る鳴門海峡大橋、やっぱりヘルメットが違うと全然ちゃうなって。大鳴門橋、大鳴門橋な。おお、風が強い、ちょっとだけ強い。まあ次はどっかで朝ごはん食べんなあかんな、朝ごはん。はい、徳島県突入、徳島県突入です。さあ次は朝ごはんだわ、朝ごはん。実はまだ朝ごはんを食べてない。家では朝起きてコーヒー飲んで出て、さっき淡路島南で、ビックル飲んでるだけやから、ご飯を食べやな、ママが怒る。これもう出るんやな、ここももう出ます。ナルト IC 出口出ます、ナルト出口出ます。急なカーブ下り坂、カード OK、 ETC 車、これをもうこっち行くんやな。吉野川バイパス、鳴門出口、朝日が眩しい。さあ久々のお遍路やな。もうここも走り慣れるまでは行ってないから、何遍か通ってんな。こっから何でかずっと下道やねんな。室戸岬行くのに高速道路はないんやな、徳島め。室戸岬はもう高地な、まあもう一般道なんで、慌てず騒がずゆっくり行きましょう。とりあえずご飯食べるとこ見つけやんな。ただいま6時43分です。ガソリンスタンドまであと83キロ、1時間38分。まあ8時18分着予定やけど、どっかで飯食う。途中でなんかあるやろ、ママにこれどんなとこがええ言うたら、何でもええよっていうのが大体見えたんねんけど、一応信号で止まったら聞いてみようか。見ときゃ何でもええよ言うで。ママ朝ごはんどんなとこがええの。
そうか。なんかないの、まあ、コンビニやったらまだ都会やからどこなったと思うけど、このヘルメットのシールドを開けるガチャガチャの音がめっちゃうるさいんやけど、それが一番難点かな。めっちゃうるさいんやけどガチャガチャって、なんかこれどっかでスッと開くボタンとかあったらええのにな。このラケットのガチャガチャ音がめっちゃうるさい。朝がコンビニっていうのもな。なんか店があったら店入りたいんやけど、まあ、6時45分やもんな。うどんとかやってないんかな。だからとんかつとか、なんかこの徳島トクトクターミナル、バスの駅やって。おお、もう3マス減ってるわ。ローソン、あ、なんかじり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 と暑くなってきそうやな。セミの鳴き声が聞こえる。徳島ラーメン、やってないわなこの朝から。本日休業日、マジか。牛角、朝から好きやもな。朝から好きやもないやろ、なんもないな。腹減った？うん、うんて。この朝からラーメン屋もやってないや、徳島ラーメン。ファミレスとかあったらええのにな。吉野家勝也ファミリーレストランってないんかな。室戸まで139キロ、県境4キロ、吉野川大橋っていうことは、これ吉野川やねんよ。まあ前もここ走ってるけど、もう空いてます。あなたのローソンにしよう。暑なってきたな。なんかどうするなあ。行きます。忘れ物ないな。フェリーやったらこの向こうやね。フェリーって書いてあるやろ。フェリーで来たらやっぱり便利が悪いな。和歌山に住んでんだったらええけど、大阪から行くの、和歌山へ行くのが遠い。13回目の給料来たんかな。まであと73キロ、1時間27分、8時46分着予定になってるわ。ガソリンスタンドまで暑なってきたな。それでも、それにしてもほんまに。ただいま7時22分です。ああ、ソアラや、古いソアラやな。こんな走ってんねや、まだ。暑いな。めっちゃ暑なってきたな。どないしようっていうぐらい暑いわ。止まるとめっちゃ暑いな。なあ、まだ7時半なれへんのにな。まだまだ先やねんな。10時くらい先、大林北っていうとこを、右、まだまだ先やわ。ずっと道のりやわ。あ、たまらんなこれ。暑いな。ちなみに水温が79度か、外気温が32度。うん、だいぶ車通りも減ってきたな。もうちょっと都会から離れてきたんだこれは。小松島市やな。小松島市か、濁らないみたい。お、ガストがあったやん。ガストで朝飯でもよかったな。ガストがあると教えてくれやんなあかんやん。なんやった、温山寺18番行ったな。何これ、義経ブリッジ、義経橋。お、電話ボックスや。電話ボックス見えひんよな最近。辰江橋って辰江寺かなんかいうお寺と関係あるんかな。なんかあったような気がするんだよ、辰江寺。大林北県道100何本に入る。これちゃうな。もう一個先やな。これやな、県道103で、これ曲がります。
どうなん、あレギュラー140円って安くない？安いような気がするな。徳島ラーメン、まあ、この辺安いな。レギュラー138円、まあプリカ価格やけど、なんか昨日ガソリン入れたら140何倍やったような気がするな。この辺ガソリン安いんかな。ほなレギュラー140円とか、これはみんなについていたいな。室戸119キロ、予定では室戸岬に10時10分に到着予定やろ。多分そんな予定やったで。お、幸福の科学、幸福の科学だわ。幸福そうな建物やわ。赤川橋、赤川橋ブリッジって書いてあるわ。400メートル先を右って書いてあるな。この信号を越えて、交差点の名前がないけど県道24号線入ります。これやな、南中っていう高校駅の24号線、これやんな。あ、みんな行くわ、みんなこれ室戸岬行くんやろか。お、大流寺ロープウェイ乗れへんかったな。大流寺は、バイクで山門まで上がれますと。今日ガソリンスタンドやってないということないやんな。なんか田舎はよう分からんからな。休みの日はガソリンスタンドも休みとかちょいちょいあるからな。あー、田んぼがあると涼しいな、やっぱり。田んぼ田んぼずっと道なりやんな。キグナス特化定休日マジでなんか心配になってくるやん、その定休日とか。今日日曜やのに日曜定休、マジでそうやね、田舎とかさ、こういうとこへ来るとさ、なんか休日が休日のとこあんねんな。これガソリンスタンド、どうしたもんやろ。私が目をつけてるガソリンスタンド、休日じゃなければいいんやけど。なんや、バス釣りでもやってるんかな。あ、あっこにもおる、ブラックバスやろな、ちゃうんかな。ここにバイリンがあるわ、赤谷バイリン。まあ、チュイーンと追い抜いてもええけど、やめとこうか。センターライン広になったけど、まあ慌てず騒がずゆっくり行こう。さえみがうるさくなってきたね、せんね。これは橋渡る、みんなについていく。コインカーもいらんねんな。ほんで、からのみんなについていったらええパターンやろ。お、道の駅和敷っていうの、和敷レギュラー140円とこセルフか。桑野駅、桑野やな。あれか、あった。まあ慌てず騒がずゆっくり行きましょう。こんな時にさ、まさかのスピード違反とかさ、まさかの転倒とかさ、もう目も当てられへんで。ゆっくり行く、ゆっくり。多分な、こういう道を延々走ってるとな、燃費がええと思うわ。こんな道、ただこんな道を延々このペースで走ると、おそらくリッター30いくかもしれん。室戸103キロ、やっぱり涼しいな。山の中入るとめっちゃ涼しいなってきた。さぬきうどん、さぬき手打ち、あ、ここや。ママがぶち切れたうどん屋さんや。お、8時になった。8時、時刻は8時です。もう今日朝4時起きですからね。もう起きて4時間経ってますわ。予告信号かで、55号線に入るな。よいしょ、はい、こっち曲がります。55号線だわ。まだこの辺は徳島やもんな。この辺は走ってるもん。うわっ虫が思いっきり当たった。今のはやばいやつや。ちょっと今ドキッとしたわ。阿波福井駅、ここか。単線なんかな。横線路走ってるけど単線やな。ディーゼルやな、汽車やな。架線がないもんな。
1時間に1本ぐらいかな、30分に1本なんかな、ピークで。あ、北井ダムや。この辺だからあれやわ、北井ダム来た時撮り忘れとったとこやわ、映像がないとこや。北井ダム、さっきの日のやかなんかいううどん屋さんまでは撮れたんかな。こっからこっち行ったら北井ダムです。もうダムカードはもらったと、ここは一悶着あった場所と、ママが昼飯食われへんって言ってぶち切れたとこですと、食わしてくれへん、もうええ。金内トンネル、お、薬王寺やわ。薬王寺の看板があのとこにあったんや。お、外気温計が29度まで下がった。で、こっからなんちゃらバイパス入ります。あ、これもなんちゃらバイパスなんか、なんせ自動車専用道路になってるとこ。日和道、日和道路よいしょ。こっからは自動車専用道路です。こっから70キロです。トンネルの中涼しいな。ヘルメットのエア導入、上どっちなんやろ。これで風が来てるんか、今まで閉めとったんか俺。風がないわ、ドローン飛ばせそうやな。室戸岬でドローン飛ばそう思ってて、明日は桂浜のとこまで行く予定やから、桂浜でもドローン飛ばそうと思ったら、桂浜ドローン飛ばされへん地域やったんや。DID 地区に入っとったわ、桂浜って。ここは結構吹き流し、横向いとんな。北白浜トンネル、なガソリンあと2マス。もう何キロ走ったんやろ。でまだ203キロ、まあ230キロ、40キロで給油のはずやねんからな。あと給油地まで31キロ、まあ一マスにはなれへんやろ。さあ終点やわ、このなんちゃら道路も。ウミガメ橋って書いてあるぐらいやから、ウミガメが産卵かなんかに来るんか。このとこまでもう海の近くなんかな、この辺は。あ、海の近くやな、もうそこ海やわ。そういや、薬王寺の前から海が見えたもん。あ、道の駅日和があるわ。休憩する、聞いてみよう。休憩する、休憩する、道、道の駅は日和さ、 800m、 どこやねやろ。まあここが薬王寺、やっと来たわ薬王寺。まあ言うたら今日はこっからスタートと言っても過言ではない。よいしょよいしょ。この前最後に行った薬王寺やで。ああって分かってんの。あ、止まるんやな道の駅。あった、入り口ここ、はい、道の駅日和さ。休憩します。トイレはどこにあんのよ。トイレ向こうか、ちょっとここで止めようか。よいしょ、はい。バイクの駐車場あんなとこに、あんなとこにあったわ。行く？え？あ、バイクの駐車場行こうぜ。よいしょ。つ。止まったらめっちゃ暑いな。暑い。道の駅日和さやで。え？いや、またもうちょっとで、またそっから開くの言うてんねん。暑いな。あと28分でガソリンやで。今ここが道の駅日和さ。あこが夜行寺。あこ行ったやろ。忘れ物ないやんな。充電はされてる。はい、乗ってください。
暑いな、ほんま。トマトめっちゃ暑いな。行きます。よかった、やってた。レギュラーで、レギュラー満タンで。いや、カードで今ちょっと出してんねん、待って。よいしょ、あっつ。何歩入ったんだ、8.54 で、234.3 か。前のバイクの方が良かったな。そうやん。だからさ、目的地着く前に一回給油で満タンに入れてきても、目的地着く前に一回ガソリン入れるのはつけへんって。まあ行くんやけどさ、またあれやろ、ママが点滅し始めたらブツ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 言うやん。よし、はい、乗ってください。まあ次は室戸岬かな。室戸岬でドローン飛ばして行きます。82回目の空間、3回目の空間できちゃったけど、見ればよかった。よいしょ、おっとっとっと、やっててよかったな。ガソリンスタンド開いててよかったなって。ずっと休みやったよ。休んでたやろ。ガソリンスタンド全部休みやったよ。他のとこ。